継続されるものだと思いますので、しかし橋の使用など左右非対称の動きで手指を分離した動きの動作や食前食後の挨拶や食事前の手洗いなど道具を用いずに動きそのものをイメージしなければならない特徴を持つ動作の獲得は困難でした。さらにコップのように道具の形状が明確な動作に対して靴やボタン、着衣のように形状が変化する動作の獲得が困難でした。また、食前食後の挨拶や食事前の手洗いは、それをすることの意味や目的を食事活動の文脈の中で、立ちや周囲の大人の様子を見ながら自然と理解するものです。いわば、社会、文化的背景に意味付けされた生活習慣です。このため、見える子供には、意図せずとも自然に早い段階で獲得するのに対して応用時ではなぜその行動が必要であるかを理解することが難しく、しかせずともそれを理解できる知的水準になるまでなかなか行動が定着しにくいのです。以上に述べた視覚障害と発達についてまとめてみましょう。視覚障害は視覚的模倣によって学ぶことが困難であり、自動的自己刺激行動やバーバリズムの出現、探索行動や運動発達、日常生活Thank you.